USP を見つけることこそ我々の仕事の核ということですね USP がないっていうことは読者が商品を買う理由がないということなんで当然売れないわけです特徴だけを紹介した文章を書いちゃう人多いんですけどそういう文章っていうのは成約率が低くなりやすいですはいどうも中島です今日の動画は USP を書くと商品が売れるというテーマで話をしていきますまずこの USP が何かっていうのを簡単に説明します USP っていうのは商品独自の強みのことですね ま、英語で言うと、ユニークセリングプロポジションという言葉になります。この USB こそが我々の仕事の核だと僕は思っています。まあ、読者が知りたいことっていうのは結局この USB なんですよね。で、USB が分かると制約率が高い文章を書けるようになります。なので今日はこの USB を解説していこうと思います。まあ、USB をね、しっかり伝えられるブログっていうのは価値が高いと言えるので、ぜひ今日の動画を最後まで見てください。コメントもらえると動画投稿の励みになるから一言でもいいからコメントを残してください。では、早速本編をやっていきましょう。 まず最初に、制約率が高い文章ってどんなのっていうのをね、解説をします。これ一言で言うと、どの商品がどんな人におすすめかっていうのが明確にわかるブログですね。そういうブログっていうのは制約率が高いです。はい。この、まあ、どの商品がね、どの人におすすめかっていうのが、まあ、わかるかどうかっていうのは、稼げる稼げないの分岐点になります。大体いい稼げない人のブログっていうのは、まあ、ここのね、どんな人にどれがおすすめかっていうのが、 まあ分かりにくくなっています。で、制約率が低い人の文章はどんなのかっていうと、まあ特徴だけを紹介していることがすごく多いです。例えば、この育毛剤は安くて育毛効果がある成分を配合しています。みたいな。まあ商品の紹介をするときにそういう紹介の仕方をしているということですね。冷静に考えてほしいです。冷静に考えると、そんなのみんな言わないですか自分のところの育毛剤が高いなんていう人もいなければ、育毛効果のある、ね、成分を配合していない育毛剤なんてありえないじゃないですか。 だからいくらこの育毛剤が安くて育毛効果のある成分配合してるとか言ってもそれは買う理由にならないんですよねそういう特徴っていうのは結局公式サイトを読めばかかる話じゃないですかじゃあ自分のブログは何のためにあるんだろうみたいな。 だって自分のブログで説明しなくても公式サイトに書いてあるんだからそのまま公式サイトを読みに行ってもらえば済む話じゃないですかなのでまあそういうブログ運営しているとねなかなかこうブログの存在価値がないみたいに思っちゃって悩む人も多いんでね、まあ、そういうブログ運営っていうのをしないように注意してください例えば500円でこの育毛剤安いですみたいな書き方もダメですねなぜかっていったらこの安いっていうのがすごくぼんやりしているから安いとか高いとかって結局いろんな商品とのまあ比較の中にあるものなんですよねそそれこそ育毛剤がねいろいろある中で ほとんどの育毛剤が1万円ぐらいしますでもこの育毛剤はなぜかすごいまあ、特許技術によって500円でできてるんですみたいな何だったらそれがすごいことですよ500円っていうのがでも仮に他の育毛剤もみんな500円ぐらいだったらこれが500円で安いとはならないじゃないですかまあなのでその辺っていうのを曖昧に書いてしまうとかまあそういう。 文章ってていいいうののは制約率低くくなりやすでで注意してくださいで今回の本題が USB ですよ。で USB が何で大事になるかっていうとこの USB によって最適な人が変わるからですね。はいでさっきから育毛剤を例に出してるんでね育毛剤でいくとですね育毛剤,、まあ、剤だったら髪をふさふさにしたいからみんな育毛剤買うわけじゃないですかダイエットしたくて育毛剤買う人なんていないですよね。はいなのでこの目的は同じなんですよ。でも人によって まあ欲しい育毛剤っていうのは変わるんですよ。じゃあこれ何で変わるのっていうと USB によって変わるわけです。例えば安い育毛剤っていうのがあったらそれはお金がない人に最適な育毛剤ですよね。逆に高い育毛剤っていうのがあったらだいたい高い育毛剤とかっていうのはまあそのね効果とか成分とかまあそういうのが豊富に入ってるとかまあ贅沢なものを使ってるとかまあそういう感じなんで高い育毛剤だったら効果重視の人におすすめという言い方ができます。まあ、あと高いとか安い以外にも安全性が 高いとかねそういうのを売りにしてるような商品もありますけどそういうものだったら、まあ、お金があるないとかそういうことだけじゃなくて肌が弱いい人におすすすめみたいなことですね、はい、そういう USB っていうのが商品とかサービスごとに違うんですけどそれを見つけること、まあ、要は USB を見つけることこそ我々の仕事の核ということですね。これがが読者が商品を買う理由になるわけです なので、u s p がないっていうことは、読者が商品を買う理由がないっていうことなんで、当然売れないわけです。別に自分のブログを読むに来る必要がないからね。さっきも言ったんですけど、特徴を知りたいだけだったら、公式サイトに飛べば特徴はいくらでも書いてあるので。そうじゃないことを知りたいから、読者はブログを読むに来てるわけです。じゃあ、そのそうじゃないことって何なのっていうところですね。まあ、それの一つが u s p ということです。で、この u s p をどうやって見つけるかということなんですけど、これ簡単です。案件比較表を作ることですね。はい。案件比較表って、 まあこれもね、すごい、もう言葉の通りなんですけど、自分がやろうとしているジャンル、まあ育毛剤だったら育毛剤の主要商品っていうのを5から10個ぐらい比較してください。まあこの数っていうのはね、ジャンルによっても違うので、まあ明確に。 決まりがあるわけじゃないんですけどまあそのぐらい比較する方がいいですとまあ2つ比較したところでねよくわからないのである程度の数を比較する方がいいですまあ自分がブログで紹介しようと思っている商品とかそういうのをまあ比較するっていうことですねでここに関して言うとですね自分が5から10個の商品を比較しないで自分のブログではある特定の1つの商品だけを紹介したいという場合にもこの商品比較表っていうのは絶対に作ってください なぜかっていうとこれを作らないと u s p がわからないからですねはいでまあ比較書を作るときにねどんな項目を比較すればいいかっていうところになるんですけど、まあ、この辺は正直商品によって違うので何とも言えないです何を入れればいいかっていうのは僕もねここで例っていうのは出すことはできないんですけどまあ育毛剤だったらね、まあ、成分とか送料とかまあ返金保証がついてるかとかまあそういうことを比較項目にするんですけどまあその辺はね育毛剤だからっていう話で。 まあ他のものだったらね、他の比較項目になると思うので、まあそれは商品とかサービスごとに考えてみてください。ただ絶対に入ってくるのは、まあ価格とか料金ですよね。価格料金っていうのは絶対にこの比較表の項目の中に入ってくるので、まあそれプラス他のことって感じですね。そうやって案件比較表を作るとどうなるかっていうと、それぞれの商品の強みと弱みというのを見つけることができるようになります。まあこの商品はここが強いなとか、逆にこの商品っていうのはここが弱いなみたいなことが見つかるわけです。 そうすると、誰に何の商品がおすすめかというのが書けるようになるわけですよ。それを USB みたいな言い方をするんですけど、そうやって商品独自の強みっていうのをちゃんと把握した上で、それをブログで訴求してあげるっていうのが大事なことです。まあ、案件比較表に関してはね、まあ、これ以上の詳しい説明っていうのはこの動画では避けるので、別の動画で詳しく解説してるので、そちらをぜひ見てください。まあ、ブログタワーだとね、よく比較コンテンツっていうものがあります。まあ、さっき言ったみたいな。 あの、案件比較表みたいなのをそのままブログに載せているような人もいるんですけど、それもすごい大事な比較コンテンツなんですよね。で、この比較コンテンツこそブログの大きな価値なんですよ。さっきも言った通り、商品の特徴っていうのは別に読者に求められないわけです。まあ、求められないっていうか、ブログには求めていないってことです。なんでかって言ったら、そんなの公式サイトを見に行けばわかるからです。公式サイトの方が絶対正確な情報を書いてあるんですよ。だってブログの情報なんて公式サイトのね、 まあ情報を転載してるだけじゃないですかまあその特徴とかスペックに関してはだから公式サイトの方が絶対に正確なんでそれをブログに書くっていうのはそんなに価値がないわけですでも今言った比較コンテンツみたいなのって公式サイトではできないんですよ例えば育毛剤で自分のところはこういう育毛剤を使ってますでも他社の育毛剤っていうのはこういうものでこういう点が打ち分かってますなんていうのは実際に商品名とかを上げながら比較するなんてことはできないんですよねまあそんなことされたらいやいや何言ってるんだってトラブルになったりするんでねそういういところの まあ、比較コンテンツを見たいとか、そういうとこは、まあ、公式サイトが狙えないターゲット層なんですよね。でも、そういうのは、ブログ運営者は狙えるわけです。なぜかって言ったら、公式サイトではない第三者だから。なので、そういう第三者の強みを活かそうと思えば、比較コンテンツっていうのは、めちゃくちゃ相性がいいわけです。これが、まあ、比較とかランキングを掲載しているブログが多い理由ですね。まあ、そういう比較とかね、まあ、ランキングみたいな、そういうものっていうのは、やっぱり、読者、 にもも求められているんで SEO で SEO 強くなりやすいとまあ10年以上前からねアフィリエイトサイトとかブログといえばやっぱりランキングだよねみたいな考え方があったんですけどまあ今でもその考え方っていうのはありますよね、まあ、収益性が高い記事っていうのはやっぱりランキングとかそういう比較をちゃんとしてるようなコンテンツが収益性高くなりやすいよね今日のまとめです 今日は u s p 書くと商品が売れるというテーマで話をしてきました。u s p っていうのは商品独自の強みのことですね。まあ、u s p こそ我々の仕事の核になると僕は思っています。その u s p っていうのがね、読者が知りたいことなので、ね。で、u s p をきちんと訴求できると制約率が高くなります。制約率が高い文章っていうのは、一言で言うと、どの商品がどんな人におすすめかというのが明確にわかる文章ですね。はい。これが担げる、担げないの分岐点になると考えています。まあ、特徴だけを紹介した文章を書いちゃう人多いんですけど、そういう文章っていうのは制約率が低くなりやすいです。 なぜかかかっってて言えばば特徴っていうのは公式サイトを読めわかるからですねで u s p の重要性っていうのは USB によって最適な人が変わるからですねはい育毛剤であれば目的は同じですみんな髪の毛をふさふさにしたいから育毛剤を買いますでもどの育毛剤を買うかっていうのは人によって違います何,何で違うかっていうと USB によって変わります例えば安い育毛剤だったらお金がない人に最適だし安全性が高い育毛剤だったら肌が弱い人におすすめだし という感じですね。はい、u s p を見つけることこそ我々の仕事の格好だと思っています。まあ、この USB がね、読者が商品を買う理由になるので、ね。で、USB の見つけ方は案件比較表を作ることですね。自分が取り組んでいるジャンルの主要商品を5から10個ぐらい比較してみてください。まあ、比較項目は商品によるので、ね、何とも言えないのでね、その商品とかサービスごとに考えてみてください。で、比較表で何をするかっていうと、それぞれの商品とかサービスの強みを見つけていくってことですね。この商品はここが強い。この商品はここが弱いとか、そういうのを見つけてブログ上でちゃんと書いてあげるということですね。 まあそれを読者が一個一個ねやっていくのはめんどくさいのでそのめんどくさいことを代わりにやってあげてブログでわかりやすく伝えてあげるということですね。まあ誰に何の商品がおすすめかっていうのを明確にわかるようなブログを作ってください。比較コンテンツっていうのはブログの大きな価値です。で比較コンテンツではブログ以外のね公式サイトとかはなかなかできないです。まあトラブルになったりするケースもあるんでね。なのでそういう公式サイト以外のね第三者の強みっていうのを活かすんだったら比較コンテンツはめちゃくちゃ相性がいいです。 USP こそ、ね、ブログが書くべき情報だと僕は思っています、まあ、当然商品の特徴っていうのもブログで書いちゃいけないわけじゃないですよ。そういう特徴を知りたいっていうのはも,もちろん読者は思ってるんで、特徴は書くんですけど、それだけで終わっちゃダメっていうことですね。 そういう特徴っていうのは公式サイトに基本的に任せれば OK なので。第三者が運営するブログだからこそ書ける情報。まあ今日で言えばね、USB というものを大切にしてください。以上参考にしてもらえると嬉しいです。今日の動画勉強になったと思ってもらえたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもらえると動画投稿の励みになるからお気軽にコメントを残してください。ブログで困ってる知りいいたら WebShackTV を紹介していただけると嬉しいです。ブログの話をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。最短で高品質な記事書けるようになる SEO ライティング実践講座もやっています。この講座でプロのライターがマンツーマンで 記事の書き方を指導しています興味があれば是非無料メール講座も SEO ライティング実践講座も概要欄からチェックをしてみてくださいはい USB についてねいろいろ今日は話をしてきたんですけどぶっちゃけ初心者がね USB まで考えて記事書くのは難しいと思っています大事なんですよ USB 自体はめちゃくちゃ大事なんですけどいきなりそこまでできるかって言われたらねなかなか難しい人も多いんじゃないかなと思いますなので商品の特徴を分かりやすく書くというのが最初のステップですね初心者はまずこれをできるようになりましょう ただ、それができたところで、そのうちね、思うように売れなくて悩むはずです。まあ、アクセスはあるんだけど、なぜか全然商品売れないなって悩んでる人たくさんいるんですけど、それは自分の商品には USB がないからなんです。なので、まあ、ちゃんとね、特徴っていうのをわかりやすく記事で書けるようになったら、次は USB をね、訴求できるような。 まあ記事をを、ね、けるように意識をしてみてみくださいこの USB があるかないかっていうところでね記事の完成度っていうのは大きく変わります、まあ、今後のブログ運営ではね USB を是非意識してみてくださいということで今日の動画はこれで以上になりますありがとうございました今日のアベメモです u s p とは商品独自の強み特徴だけでなく u s p を書くことが重要誰にどんな商品がおすすめか明確にする案件比較表を作って USB を見つける 第三者だからできる企画コンテンツこそブログの価値。